ウオッカウオッカ、ウオッ,ッカ、2004年4月4日体は、日本の競争馬、繁殖牝馬である。牝馬として64年ぶりに、東京優秀に、勝利、3頭目の同競争の牝馬での制覇するなど、GI 通算7勝を挙げ、マスコミやファンから、史上最強牝馬と呼ばれた。同世代の大和スカーレットとは激しい争いを何度も、繰り広げ、共に、 品馬ながら G1 級のお馬と五角以上に渡り合った。2008年2009年の JRA 少年度代表馬。2011年先行の検証馬。馬名の由来は父、谷のギムレットの馬名の由来である。ギムレットはジンがベースのカクテルであるが、父よりも強くあってほしいと、ジンよりもアルコール度数が高い、強い酒である、ウッカからウオッカと名付け。 同様にストレートに命名することの方が、アルコール度数が高い、強いという意味で、谷野の冠名を付けなかった。本校では2004年の日本産馬について説明する。2004年4月4日に、北海道静内町のカントリー牧場で生まれる。カントリー牧場の馬長である、西山隆はウオッカが、牧場にいた頃の印象はあまり覚えていないとのこと。 何事もなく無事に過ごしてたため。2歳児に立冬トレーニングセンターの角井勝彦、旧社に入居。その際、旧社スタッフの間でも、シーザリオ級が入ってくると、もっぱらの評判となっていたらしい。担当休務員は、中田明の。なお中田は、転校トレーニングセンター時代に、母の谷のシスターと接している。中田の第一印象は、にしては大きいが、 幅がなかったので良くなるには、時間がかかるだった。入球後の調教では、デルタブルース、ハットトリックの GI 馬に食らいつく走りを見せており、想像以上の能力を見せている。この知らせを聞いた谷水はウオッカが、将来の名馬であることを確信したといい。これほどの能力ならば、北海道の2歳重症、函館2歳ステークス、札幌2歳ステークスをそうなめにすることも夢ではないと、 デビューに向けて移動するも、現地で熱発したため一時転校トレーニングンターへ、放牧に出されることになった。クラシック登録する際、各挙は、大歌唱、オークスの二つですかと確認したところ、馬主の谷水雄三は、五つ全部だと言って、五感すべての、レースのクラシック登録を行っていた。10月29日、京都競馬場の新馬戦にてデビュー。 デビュー前から、主戦は4位広踏みと決まっていたが、4位が、天皇賞、秋での騎乗、大隅グラスワンが決まっていたため、サ島勝也が騎乗した。スタート後すぐに先頭に立つと、直線で再び突き放して、勝利を収めた。2戦目の高菊賞から4位を安定に迎えた。レースはスタートで後手を踏み、2着に敗れた。戦目の阪神ジュベナイルフィリーズでは、 スタート後先段に取り付き道中は、バ群ンの中段からレースを進め直線で先に抜け出した、アストンマーちゃんを差し切り、GI 制覇を収めた。この時の勝ちタイム1分33秒1は、レースレコードであると同時に2歳しは1600メートルの日本レコードであった。阪神ジュベナイルフィリーズの勝利を受け、この年の JRA 賞では、最優秀2歳品馬を受賞した。 2007年の初戦には、エルフィンステイクスが選択された。タバより2キロ、重い56キログラムの金量を背負っての出走となったがレースでは直線に入ると馬なりで先頭に立ち、2着の西の真な娘にサンバ審査の喫茶をつけて勝利した。続くチューリップ賞では、ダイワスカーレットがウオッカとマッチレースを望むかのように、ウオッカを引きつけたが、これを首逆わし優勝した。 なお三着との喫茶は六馬身であり、二頭の力が突出していることを示す結果となった。大花賞では、前奏の結果から瞬発力勝負では、分が悪いと踏んだ大和スカーレット早めに抜け出すという作戦を取り、これを捉えることができず二着に敗れた。ウォッカには、大花賞に出走する以前から、東京優駿に出走するプランが発表されていた。 オー賞で二着に敗れたことで断念するとの見方もあったが、事実オー賞後は、オークスで頑張ろうと話していた谷水から判断を一任された、調教師の角井勝彦は、頻馬として1996年のビワハイジ以来11年ぶりの出走を決断した谷水が、オークスかダービーか各局君が決めればいいと、電話で伝える、各挙は、ならダービー行かせてもらっていいですか と答えた。その言葉を聞いた谷水は、よっしゃ、ダービー行こと返した。レースでは、馬群の中段から直線で抜け出して優勝し、父子二代、父子での聖覇は、市場所での東京優秀聖覇を達成した。また、ンバの東京優秀聖覇は1937年の久とも、1943年の栗藤に続き、市場三頭目、戦後初の出来事であった。 レース詳細は、第74回東京優春3勝参照。4位にとっても初の東京優勝制覇で64年ぶりの、異様に、もう騎手を辞めてもいいと語った。その後、初めての小馬との対決となる第48回、宝塚記念へ出走。3歳牝馬が、宝塚記念に出走するのは1996年の、ひしタリー以来11年ぶりのことであった。 しかし、レースでは狙い通りの位置を取ることができずに、折り合いを変えてしまい発着とデビュー以来初の大敗を喫してしまう。同年秋の外線門賞への出走を目指し、ステップレースとして、ベルメイユ賞から外線門賞というローテーションが考えられていた。しかし、8月7日に右講子のひずめたまえを発章し、バッシュサイドとの競技の結果、外線門賞出走を断念した。 なお、ひずめたばえんは4日間馬房内で治療に、洗練して回復したものの、この4日間の療養で調教ができなかったことで、万全の状態で、レースに止めなくなったことが、出走断念の理由となった。その後8月26日には、ハンド入りを再開して調教が行われ、秋はトライアル競争を使わず直接第12回集箇賞に向かうことになった。 レースでは後方に位置し3コーナーで外から進出していくものの、最後は、ダイワ・スカーレットだけでなく、レインダンスも交わすことができず3着に敗れた。自走には、第32回、エリザベス女王杯が選ばれた。ダイワ・スカーレットとの決着が期待されたが、レース当日の朝、右関節破行の故障が発生したためレースへの出走を取り消した。実は、早朝に、 谷水の下に電話がかかっておりこの時点で、谷水はウォッカに何かがあったと察知したという。しかし症状は軽症だったため、第27回ジャパンカップに出走。迎えたレースでは2番人気に支持され、道中最後尾の位置から、最後の直線で猛追するも、最後失速し4着だった。第52回、有馬記念ファン投票では、1位となる10万544票を、 獲得した。これは3歳牝馬、94歳牝馬を含むとしては、初のファン投票1位であった。レースでは折り合いに苦労し、第3コーナーで早めに仕掛けたが早々と失速。11着と大敗、デビュー以来初の2桁着順となってしまう。また、同レースで、同じ3歳牝馬のダイワ・スカーレットは2着に粘り、同馬との直接対決では3戦連続で先着を、許し、 頻馬による64年ぶりの東京優春制覇をしながら JRA 賞最優秀3歳頻馬の座を大和カーレットに奪われてしまった。しかし、頻馬による64年ぶりの東京優春制覇を先行理由として JRA 賞特別賞、関西競馬記者クラブ賞の特別賞を受賞した。京都記念から始動。同世代のアドマイアオーラが一番人気。 ウオッカが二番人気に支持される均衡した評価の中レースが始まる。レースではコースタートを決めるものの直後に東海トリックに馬体をぶつけられた結果、外側によれて馬群からはやや置いていかれた形となる。その後、向こう正面ではまたも折り合いをかき、四角地点で最高峰から三頭目の位置から伸びあぐね、最後の最後で鋭い末足を繰り出すも六着に敗れた。 自走は、ドバイデューティフリーを使う。ドバイで一番結果が出ている、日本人騎士ということで、竹豊を安城に迎え挑戦したレースでは、積極的に前から進めるが4着。なお、レースは有力どころのボバゼー、アドマイヤオーラやリテラと、クレカドールなど、が大敗し終われとなった。レース後は、短期放牧に出され、気球後、ビクトリアマイルに出走。 単勝2.1倍の一番人気に支持されたが、レースでは伸びを欠き、エイジアンウィンズを捉えきれず2着に敗れた。中2週で第58回安田記念へと向かった。なお、東京優春優勝馬の安田記念出走は1989年の桜千代の王以来であり、極めて異例であった。前走まで起乗していた竹豊が安田記念で、 鈴鹿フェニックスへの起乗が決まっていたことから、新たに乗り換わった岩田光生を背に、レースでは3枠5番という後枠からコースタートを、決め先行する最後の直線、残り1ハロンから一気に抜け出し、2着のアルマダに3馬身、1、2の差をつけてゴール。東京優勝以来約1年ぶりの勝利で GI、及び J プニー競争通算3勝目を飾り、復活をアピールした。 グレード制を導入した1984年以降、頻馬による安田記念制覇は1994年のノースフライト以来14年ぶり3頭目であり、東京優春に優勝した馬がその後に2000メートル未満の GI また JP に競争に優勝したのは史上初であった。また2着につけたサンバシン1、2の差は GI 格付けされた1984年以降の最大2差である。 第49回宝塚記念ファン投票では、前年の有馬記念に続き1位となる75,594票を獲得したが、宝塚記念には向かわず、立党で休養することになった。休養中には、翌年も現役を続行し、日本国外へ遠征するプランがあることが、オーナーサイドより発表された。秋初戦は、毎日王冠に出走。 唯一の GI バということもあり、圧倒的な一番人気に支持された。スタート直後に馬なりで花を切り、そのまま最後の直線まで先頭に立ち、逃げ切りを図ったものの、ゴール前でスーパーホーネットに刺され、二着に敗れた。11月2日、天皇賞、秋に出走。ライバル大はスカーレットは短期で逃げ、ウォッカはディープスカイをマークする形でレースを進め、 直線に入り残り300メートルからディープスカイトと,ともダイワスカーレットに並びかける。ゴール前は2頭並んでの叩き合いとなり、一時は先頭に立つも、再びダイワスカーレットが差し返し2頭並んでゴールイン。15分に及ぶ写真判定の末、2センチメートルという僅差で勝利した。また、勝ちタイムは1分57秒2と、レコード決着となったレース詳細は、 第138回天皇賞を参照東京優勝を制したヒン馬が天皇賞を制したのは、久友も第6回東京優勝、第3回提出5勝点以来である。また、ヒン馬によるボバコン号 GI 三勝目となりこれも過去最多勝利数となった、その後、5勝2まで記録を伸ばす。天皇賞後はジャパンカップへ出走し、 安城は天皇賞で手綱を取った竹豊が名将サムソンに起乗予定であったため岩田厚生に乗り換わった。最終的に二番人気に指示されたが稀に見るスローペースに折り合いを書き最後の直線で内から伸びてくるもののスクリーンヒーローの三着に敗れた。第53回有馬記念のファン投票で136,619票を 獲得し2年連続で1位になったが、同競争を回避した。2008年度の JRA 賞で、年度代表馬と最優秀4歳以上品馬に選出された。品馬の年度代表馬選出は1997年のエアグルーヴ以来11年ぶりであった。2009年は再び、ドバイデューティフリーを目標に、ドバイへ遠征。前哨戦として、ジェベルハッタに出走したが、 終始前を塞がれ結果はバリウスの5着だった。そして迎えたドバイデューティフリーに2年連続で出走。週末のレースまで雨が続いたことから重たいバ場でのレースとなった。レースではコースタートから2番手を追走したがゴール前で失速。逃げ切ったグラディアトラスから大きく離され7着に終わった。帰国後は5月17日のビクトリアマイルに直行。 一番人気に支持され、コースタートから集団の6番手くらいに抑えたが、最終直線で、ババの内側を通り抜けて先頭に立つと後続を一気に突き放し、二着のブラボーデイジーに、JR エコバマイル GI 史上最大2差となる7馬身の差をつけて、干渉を収めた。タイムもビクトリアマイルのレースレコードでの勝利となった。 この勝利で2歳からこの年まで4年連続 GI 級勝利を挙げ、ホックトベガが有していたン馬による障害、獲得賞金の記録を12年ぶりに更新することとなった。また、ビクトリアマイルの一番人気での勝利は初となった。たけしは同レース後の勝利機種インタビューでン馬という枠を超えている。この馬の背中は渡したくない。とコメントしている。続いて、 6月7日の安田記念に出走し前走に、引き続き一番人気に支持された。コースタートから道中は中断を進むも、直線で前方を束に塞がれ、スーパーホーネットとサイトウィナーに接触しながら、残り100メートル付近で、ようやく進度が開く厳しいレースとなったが、そこからディープスカイを差し切って優勝した。レース後、2着に敗れた。 ディープスカイョーの4位は、向こうは残り100メートル来しか仕掛けていない。まともだったら5、6馬身は離されていたかもしれないと、語った。安田記念の一番人気での優勝は1998年の大気シャトル以来11年ぶりであった。このレースの勝利によってウオッカは、頻馬として初めて獲得賞金が10億円に到達するとともに、頻馬では最多となる。 G.I.Q. 競争6勝目となった。また、1993年のヤマニンゼファー以来3投目、そして牝馬としては1952年及び1953年に連覇した、数位イス以来の安田記念連覇という記録も達成した。この絶体絶命のピンチを跳ね抜けての劇的な勝利に、オーナーである谷水は、ウ川ッカは天からの授かり物とコメントした。 第50回宝塚記念のファン投票で1 3 9 5百7票を獲得し1位となったが、同競争を回避して放牧されることとなった。休養明けの秋初戦は、前年同様毎日王冠から始動。単勝1.3倍の一番人気に押される。レースでは、コースタートから自然に花を切り、直線に向いても脚色は衰えずそのまま逃げ切るかと思われたが、 残り100メートル付近でカンパニーに刺され2着となった。なお、このレース2着での賞金加算により JRA 通算獲得賞金が10億1746万円となり、JRA での獲得賞金でも10億円を突破することとなった。第140回天皇賞、秋、ここでもウォッカは2.1倍の人気を集める。レースはコースターとも前哨戦と違って、 中段やや後方から追走して、直線では打ちをついたが、先に抜けたカンパニーとの差を詰められず、2番手に粘っていたスクリーンヒーローを一度は、刺すも、ゴール前で再び差し返され3着に敗れた。天皇賞での敗戦広角挙の、これ以上負ける姿を見せるのは、かわいそうの発言が引退と捉えられたため、引退の噂が流れた。 11月29日の第29回ジャパンカップに出走。このレースでは、旧車側がウォッカにかかるイメージを持っていない騎士を理由に、暗状をクリストフルメールに交代させた。金層の不振に加えて、距離延長や年齢的な衰えの不安要素を抱えていたが、ここでも応援馬券的な意味合いもあってか3.6倍ながら一番人気に支持された。レースは、 タケユタカのリーチザクラウンが引っ張る形で進み、ウオッカは4、5番手の行為を追走。最終直線に入り早め先頭で押し切ろうとするも、後方からオーケンブルースリーが追い込み2頭並ぶ形で、ゴールに入線。写真判定の結果、2センチメートルの差で、ウオッカが1着となり、GI7 勝目を挙げた。ウオッカはシンボリルドルフ、テイエムオペラ王。 ディープインパクトに並ぶ JRAGI7 勝目という記録を達成た。また、頻馬の JRAGI7 勝及び日本生産、超強の頻馬としての同レース勝利は史上初となった。頻馬の優勝としては1989年のホーリックス以来20年ぶり4投目。また、この勝利で東京競馬場芝コースで行われるコバ GI 全てを制したことになり、これは JRA 史上初である。しかし、ジャパンカップの終了後、競争中に微出血を発症していたことが発表された。このため、日本中央競馬会競馬番組一般事項、第2章のその11、個室場の出走制限の規定により、ジャパンカップが施行された日から1ヶ月間、出走できないため、12月27日の有馬記念への出走は不可能となった。 これによって、引退を含めた今後の動向が注目されたが、12月8日に、各挙長教師から2010年3月27日に、アラブ首長国連邦の名団競馬場で開催される、ドバイワールドカップ GI オールウェザー2000メートルを引退レースとし、引退後はアイルランドで繁殖に入ることが発表された。12月10日に発表された。 有馬記念ファン投票の最終結果で1位となったが、3年連続1位は、初である。2010年1月に、2009年度の JRA 賞、最優秀4歳以上頻馬、年度代表馬に選出された。頻馬の年度代表馬2年連続選出は、史上初であり、通算では、新山、法要防衣、シンボリルドルフ、シンボリクリスエス、 ディープインパクトに続く史上6投目である。また、4年連続 JRA 賞受賞は、メジロドーベル以来史上2投目である。1月に最終目標とするドバイワールドカップのほか、2年続けて出走したドバイデューティーフリー及びドバイシーマクラシックへの予備登録を行い、ステップレースとして3月4日のマクトゥームヤレンジラウンド3に引き続き、ルメールを機種で出走したが、 後位からレースを進めた者の,の伸びを変えて発着に終わった。そのレースで二度目の微出血を発症したことが判明したため、調教師の各井勝彦とオーナーの谷水雄三が会談を行い、招待を受諾していたドバイワールドカップへの出走を取りやめ、現役引退を決定。2010年3月18日、JRA よりウオッカの競争場登録の抹消が発表された。 ウォッカは、ドバイよりそのまま、アイルランドキルディア近郊、ギルタウンのアガカーンスタッドギルタウンへ向かい、食生活に入った。なお、数年間はアイルランドに留まり、その産区を外国産馬として、日本で走らせる予定となっている。タイムランドは、レコード価値を示す、2010年5月30日の、 第77回東京優秀開催日の JRA プレミアムレースであるメグロ記念に対しファン投票によりウォッカメモリアルの副名称が付与された。2010年6月3日、つなぎ用先のアガカーンスタッドギルタウンより3度目の種付けによってシーザスターズの子を受退したことが発表された。翌2011年5月2日、現地時間に 初子となる大馬を出産した。この小馬は2011年11月に日本に輸入され、北海道浦川町の吉沢ステーブルで調教が行われ、一般的なサラブレッドからすれば、規格外とも言える、体重560キログラムの巨体と合わせて注目を集めた。この馬の名前は、関西テレビで放送中の競馬ビートの中で募集され、1万通の中からボラーレ、ボラー。 イコールスペイン語で飛び立ちなさいという意味に決まり2013年9月15日放送の同番組で発表された2014年にデビューを果たし2000未勝利のところで休養に入るも夏頃から戦痛による疾病により懸命の治療を行うも同8月16日に延命した2011年5月9日 平成23年度検証場選定記者投票で186票中157票、得票率84.4%を獲得し、規定の3、4を超えたため、JRA 検証場に選出された。2012年4月24日、現地時間には二番異なる品は、父、シーザスターズをアバカーンスタとシェシューンで出産した。この年も引き続き、 シーザスターズと交配した。2013年はフランケルを配合することが決定し、フランケルがつなぎようされているイングランドに移動して種付けに備えていた中、2013年4月23日に3番子のヒンバを出産した。しかし、フランケルとの配合は実らず、2013年は空腹で過ごすことになった。2014年3月16日、 谷水オーナーから2014年のフランケルとの配合に成功し受胎したと発表された。2015年2月8日に4番子のお馬を出産した。2015年はインビンシブルスピリットと交配され、2016年3月5日に5番子のヒン馬を出産した。2016年はフランケルと交配され、2017年5月22日に6番子のお馬を出産した。 出産が遅れたため2017年の種付けは行わない。阪神ジュベナイルフェリーズや天皇賞、秋でのレコード価値に見られるようにハイペースのレースでは非常に優れたスピード能力を発揮したが、かかり癖のためにスローペースでは折り合いを買い破れることも多かった。特に3歳秋は競争生活における最大のライバル、ダイワスカーレットの逃げに翻弄される形で連敗を。 重ねたことから、最優秀3歳牝馬の受賞を逃している。また、ハイペースに強かったことから、牝馬限定戦より、ゴーマとの混合戦の方が、相性が良かったと見る向きもある。競馬雑誌、優秀が2010年8月号で実施し、読者、ライター、評論家、編集者の投票により決定した、未来に語り継ぎたい。 不滅の名場たちザ・グリーティストホーセス100のランキングでは、読者部門で第2位、ライター、評論家、編集者部門で第5位。この2部門のポイントを合計した、総合部門ではディープインパクトに次ぐ第2位となった。競争場時代には、有馬記念のファン投票で3年連続1位に選出された。同競争のファン投票での三年連続一位は、史上初。 また、2009年の宝塚記念のファン投票では、同競争のファン投票における、史上最高得票率76.1%を記録した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。